シュンと日本語ポッドキャスト91、初心者 beginners 元気1 level。 チリの独立記念日 Chilean Independence Day。 どうも皆さんこんにちは、日本語教師のシュンです。元気ですか？今日はチリの独立記念日について話したいと思います。実は私が今住んでいる町、クイーンズタウンにはたくさん南米の人が住んでいます。私のチリ人の友達が誘ってくれたので、チリの独立記念日のパーティーに行きました。ホームパーティーでしたね。私は今南米のすべてにハマっています。ラテン文化や人、まあスペイン語、サルサや食べ物すべてが好きです。だから私はとても楽しみでしたね。パーティーは6時から始まりました。私は6時半ぐらいに着きました。たくさん人がいました。ほとんどの人は南米の人でした。コロンビア人、ペルー人、アルゼンチン人、ブラジル人、チリ人、ウルグアイ人がいましたね。少しスペイン語も話すことができたので嬉しかったです。あと、食べ物はもう最高でした。まず、チリの牛肉のエンパナーダを食べました。久しぶりにエンパナーダを食べましたね。本当に美味しかったです。友達のお母さんのレシピで作ったそうです。そしてチリの牛肉のバーベキューをしました。ああ、ミディアムレアでとても美味しかったです。でも実はここに来る前にレストランで友達とステーキを食べてしまいましたから、もうお腹がいっぱいでした。でもたくさん食べました。多分30人ぐらい人が集まりました。その後、テレモトというチリの独立記念日に飲むお酒を飲みました。テレモトは日本語で地震という意味です。白ワインとスプライトとパイナップルのアイスクリームを入れて飲みます。私は初めて飲みましたが、本当に美味しかったですね。皆さんはこの飲み物を飲んだことがありますか？たくさんお酒を飲んで、たくさん食べて、たくさん音楽を聴いて踊って、楽しいパーティーでしたね。いや、私はホームパーティーが一番好きです。まあ次の日は少し大変でしたが、朝は仕事がなかったので良かったです。またみんなと集まってパーティーをしたいですね。Words and phrases used in this episode. 独立記念日 Independence Day。南米 South America。 誘う to invite。 Something にハマる to be into something。 すべて all。 牛肉 beef。 久しぶりに it has been a while since。 実は actually。 集まる together。地震
earthquake. 意味 meaning. はい。今日は、チリの独立記念日について話しました。どうでしたか？皆さんの国に独立記念日がありますか？独立記念日に何をしますか？よかったら YouTube のコメントで教えてください。Thank you so much for listening. If you like this podcast, please be sure to hit the subscribe button for more Japanese podcasts for beginners. Transcript is now available on my Patreon page. The link is in the description. Thank you very much for your support. では、また次のエピソードで会いましょう。じゃあね。バイバイ。